こんにちは、花屋龍馬さん。回答の方ありがとうございます。いや、花屋龍馬さんね、一体ね、契約とか信用って何だと思います？契約書ってあると思うんですよ。で、花屋龍馬さんは多分今ビジネスをされている時に契約書とか発注書とか納品書とか書いてないんじゃないかと思うんですけど、どうですかね。まあ書いていたらごめんなさいね。まあ、ネットビジネスって言われてるものとか、こういうふうな投資案件とかね、いろいろありますけども、結構ね、その辺が曖昧なんですよね。で、私もね、契約書を作らずにギャラの相談もせずに、ジョイントベンチャーって言ってビジネス仲間と共同でことを進めることがあるんですよ。それはなんでそうするかっていうと、信用してるから契約書いらないんですよね。仮にうまいこと使われて全部持ってかれましたって言っても全然構わない人としか組まないんですよ。で、今回花屋龍馬さんと神童花屋龍馬シリーズとかね、クロート売人久保哲郎シリーズっていう、それぞれタイトルは違うんですけども、この動画のキャッチボールができているっていうのは、ある意味ね、私は動画を発信すれば必ず花屋龍馬さんは返事をくれるだろうっていうふうな信用をもとに、信頼をもとに出しているところもありますし、多分花屋龍馬さんも同じように私のことを、まあ、ある意味ね、信用してくださると思うんですよ。一目置いてくださってるというか、で、最初の方でね、言われて、とってもね、嬉しかったな、評価いただいたなっていうのが、まあ、花屋龍馬さんから見ると私はね、もう親父っていうか本当の父親ぐらいの年齢だと思うんですよ。で、きっと花屋龍馬さんは若い立場から20代というその景色からね、40代の後半の人とか50代の半ばぐらいまでの人を見て、なんだろう、はい、こんにちは。突然の電話で失礼しました。ちょっとすぐ切りましたんでね、こういうことが起きるんで、私ね、電話かける人って結構ね、すぐ嫌いになっちゃうんですよね。相手の事情とか全然構わずにかけてくるじゃないですか。今メールっていう手段もありますし、要件があるんだったら YouTube でね、こういう内容ですよって送ってくださったら、本当にお互いに時間の無駄なく、誤解なく、しかもこうやって動画って証拠も残るんでいいなと思うんですけどね。まあ、ちょっと話をちょっと置いときまして、花屋龍馬さんの20代というね、方から見ると、その景色っていうのは40代後半とか50代の半ばの方っていうのは、まあ、しょうもない大人だなとかね、社会の中枢で働いてるべき人じゃないなっていうふうな評価もあったと思うんですよ。はっきり言ってね、それはね、私から見ても同世代に対してあんまり高い評価ができないところがあります。でもそれに対してはですね、ちょっと分かっていただきたいことがあるんですよ。今の20代の方も、別の意味でね、すごく大変で苦難な時代があると思いますけども、私たちの時代もね、結構ね、ドタバタだったんですよね。それが小中高と人口がどん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 増えていく世の中で、新しい技術革新もどんどん起きてきて、それこそね、家がどんどん立ち並んで、まあ、家や土地、車の価格ってどんどん上がっていったんですよ。教育費もどんどん上がってきました。そして給料もどんどん上がってきました。すごい豊かな世の中にこれから出ていくんだなと思ったわけですよ。そして景気は1年1年とまた良くなって、就職先はすごく良くなりました。私が高校の頃、大学を卒業見込みの先輩たちがどんな就職活動をしているかというと、まずですね、企業の方から大学に挨拶に来ます。そしてとにかく誰でもいいからうちの会社に入ってくれという形で、もうね、一人の学生さんが複数社の内定を取って、その中で一番条件のいいところに入る。そして在学中にあらゆる企業から接待を受けるっていうね、そんなことがあったんですよ。例えばうちの会社に入社してくれれば、この高級車をプレゼントするから、土地をあげるから、マンションを買ってあげるから、そういった形で青互いっていうのがね、あったわけですよ。そうなると学生っていうのは、どの一流企業に入ろうかな、マスコミにしようかな、テレビにしようかなとかね、雑誌社にしようかな、こんな感じだったんですよ。で、一番自分の気に入ったところにすんなり入って、高い給料がまあ約束されてですね、最初の給料、そしてボーナスですね、初年度のボーナスが合計で夏冬決算賞与3回出るんですけども、合計で100万を超えるっていうのは珍しい話じゃなかったんですよ。すごいでしょ。で、そういうふうな形で、あ、大学生になったら就職もすんなりできるんだなと思いながら、私は大学に行ったんですね。で、大学に在学中にある事件が起きました。それはバブルの崩壊です。世の中の価値観がまるで急回転しました。土地の値段が上がっていく一方だったのが、もう加速度的にですね、落ちていって二束三文になりました。破産者もたくさん現れました。そして貸し剥がしといってですね、かつて
担保を元に銀行がお金をどうか借りてくださいというふうに貸し付けたお金だったんですけども、もうすぐ返してくださいと、全額返済してくださいと、うん、で家も土地も売っ払って金を返してくださいって形で、とにかくねそれまで頼んでお金を貸したくせに、そのお金を借りてあげた人からもう取りっぱぐる、むしり取るようにしてですね、お金を引っ張っていって、一家離散ですとか、ひどい時には首をくくって死ぬみたいなこともあったわけですよね。だから銀行って本当ひどいやつらだなと思いました。天気の日に傘を借りてくださいよって押し付けていって、雨が降ったから傘を差そうかなと思ったら、要するに困った時に使おうかなと、お金を使おうと思ったらそれを取り上げるわけなんですよ。あとはズブレになって死んでいくだけですよね。そういった形で世の中は急に悪くなったんですよ。そこに私は就職活動という時期を迎えたんですよね。いやーなんかね、思ってたような就職先とかなかったですね。そして今思えばなんですけども、人口がボーナス期からピークアウトして、人口が今どんどん減る時期に入ってるんですよ。ですごいですね、出生率が90万人を切ってしまったというね、86万人とか、来年は70万人台になるんじゃないかなということです。そして今年を区切りにですね、女性の50歳以上の女性が女性の2分の1というね比率になっていくんですよ。どういうことかっていうと、出産に適している女性の数が激減したってことなんですよね。これもなんかすごく恐ろしいことだなと思います。要するに少子高齢化はもうね止まらずに、あとは海外から人を連れてくるか、クローン人間でもするかみたいなことになっちゃうわけですよね。さあそうなるとね、私たちの世代はまだなんとかなっても、花屋龍馬さんが40代50代になった頃ってどうなっちゃうんだろうと。10代20代っていういわゆる若い世代とか、10歳にも満たない子供たちってのはほとんど街で見かけなくなるって、そんな現象が起きるんじゃないかなと思うんですよね。今でもですね、子供たちが元気に遊んでいたはずの公園が、今はご老人がグランドゴルフをやる、そういった会場になってます。だからご老人が公園を使って、子供たちは家の方で隅っこでやってるみたいな感じですかね。価値観大きく変わりましたね。さあ私の世代のことをそういうね不遇を込めてロスジェネって言います。大学を出た時には就職先がなくって、景気が回復した頃にはその年の新入社員が取られて、当時ね20代後半とか30代の半ばぐらいになった私たちの世代っていうのは新入社員として迎えられることがなかったということで、私たちはね就職ってものにありつけなかった世代でもあるんですよ。2人に1人は確実に職にあぶれるというそんな時代でした。まあ、怖かったなと思いますよね。その後インターネットってものが出てきましたけども、すでに追いつける人はもういませんでしたね。今まで紙と鉛筆、パソコンなんてやるかやんないかっていうところで大学を卒業したわけなんですよ。ほとんどの人はパソコンなんて触らなかったと思います。でも社会に出るとすでに新入社員がパチパチとパソコンを打ってると、アルバイトも勤怠管理シフトを作るのにパソコンを使ってると。その時40を前にした私たちはパソコンのパの字もないし、パソコンを打とうと思ってもこれですよ、ガラケーもやっと使えた、そんなね世代にスマホが台頭してきて、スマホってちょっと使いにくいよねっていうのが私たちの口癖でした。こんなもん絶対流行んないよとも言ってました。でもそんなことなかったですよね。今スマホを使いこなしてインターネットから情報を取れなければ、もうそれで敗者確定なわけなんですよ。そして時代は本当にね無慈悲ですよね。情報発信をしている人だけにですね恩恵を与えて、それができない躊躇しているような古い考えの人には何の権利も与えてくれないんですよ。まあそういうふうな中でね、いろいろありましたけども、私は幸いにして小野里さんと同じようにね、情報発信をすることにものすごくハマったんでしょうね、きっとね。好きだったんでしょうね。私も昔ね、映画監督がやりたいなとかね、あとはアクションタレントをやりたいなと思って、監督プラス演出タレントっていうのをやりたかったわけなんですよ。まさに今 YouTube でやってますよね。ですんで結構ねカメラの前で喋るのは好きですね。でそういうふうな情報を発信していく中で花屋龍馬さんとの出会いがあり、この人は花屋龍馬さんは信頼できる人だなと勝手ながら思ったわけなんですよね。そして私は花屋龍馬さんに、気づいてもらえるようにアクションを始めたということなんですよ。まあ、ですんで花屋龍馬さんからしてみると、私に出会えてラッキーだったと言ってくれますけども、実はね私の方が花屋龍馬さんに出会えてラッキーだったと、それが本当のことなんですよ。だから花屋龍馬さんにアプローチすれば必ず答えがあるだろうなというふうな信頼を持っています。ですので深い敬意を持ってますんでね、前回4つのポイントっていうのをお話ししまして、なんか試すようなことしちゃってね申し訳なかったんですけども、実はね速稼塾の合宿に入るときにこれ必ず聞くんですよ。でこれが答えられない人とか、これはね合宿をお断りします。合宿の費用は50万から75万なんですよ。
そうなんですよ。先日やってきました。お二人の方を迎えて一泊二日を連発でやって、二泊三日で私ね大分にいたんですけども、それぞれしっかりと鍛えていただいて、深夜徹底的にね脳を洗浄してもらいました。で、4つの質問に正解はありません。自分なりの理論理屈が構築できるかってことが一つのポイントであって、そしてその他にですね、2つの言葉を比較しながら私ねお話ししたと思うんですけども、新しい概念をその中でね、いや2つとも違うよと、自分はこう思うよっていうようなのが作れるかどうかっていうのが、まあ一つの、まあ、私のね、まあ、隠された課題だったんですよ。例えば本気と真剣っていう言葉を2つ出しましたよね。実はこれね、本気と真剣の他に熱心っていうキーワードが出てくると、私としてはね、あ、なんかちょっといいかも、なんか目があるかもっていうふうに評価するところであるんですよ。まあでもこれはね、花龍馬さんに試験を出してるわけではないんで、花龍馬さんを得点つけたりね評価するものではありません。やっぱり花龍馬さんね、今回結構長めの動画撮ってくれたじゃないですか。あれね、しっかりと話し込める人は、あのくらいの動画になるんですよ。いや大したもんだなと思いましたよね。簡単に答えて終わりっていうんじゃなくて、きちんと悩みながらしっかりと自分の考えを構築してくれました。もちろん今となっては違う考え方とか、あ、こう答えればよかったかなみたいなことをね思ってるかもしれませんけども、その瞬間ベストを尽くしたところはよく分かりましたし、おそらく私が20代の頃にはこの問題を突きつけられて多分ね逃げていたと思うんですよ。で、実際今ね、ずっと私速稼塾を8年やってますけども、この質問に答えられた人っていうのは、その中でもね1000人以上の塾生なさんがいる中で10人もいないわけですよ。そうなると花龍馬さんはかなりの上級のフリーランスと私の目から言うことができます。まあ、ですんで、これはね、去年から分かってましたけど、花龍馬さんはね、凄まじい勢いで階段を上り、でも、そこでですね、おごらず、高ぶらず、しっかりと自分の足元を見ながらね、時に転びながらでも、確実に自分の人生を形作っていく人なんだろうなと思います。きっとね、家庭環境とかに、不平不満を、鳴らしたこともあったと思いますし、自分の人生こうだったらいいのになっていうふうに振り返ったこともあると思うんですよ。でも花龍馬さんの持っているものと、幸いにしてか不幸にしてか知らないですけども、持てなかったものが今花龍馬さんの形作ってですね、私の目の前にこうやっているんだろうなと思いますと、私はね、家族というか兄弟というか、なんかそういうふうな気持ちで花龍馬さんを見てますね。で、花龍馬さんがね、今数字のためにやってるのか、それとも自分のマインドの発信をしているのか、ちょっと悩ましいところをね見せたのかなと思いましたけども、それはね本当に発信者としてはずっとついて回るんで、結論を出すことはないと思います。いつも同じです。時にはですね、やっぱ数が欲しくなるんですよ。数を追うんですよ。ビジネスですからね。また電話かかってきましたね。ちょっとこれは後で出ます。1時間後、ということでね、常に電話が鳴ってるわけなんですけども、こういうふうに水を差す人がいるんでね、私は動画をいつも深夜に撮ってるんですよ。やっぱりね、電話をかける人って相手の都合を考えないんですかね。まあ考えないですよね、やっぱりね。で、花龍馬さんが動画の発信者としての自分の内側をどんどん出していくのか、それとも視聴者さんの求めているものを出していくのか、これはね、両方並存すると思います。その割合は9対1になったり、8対2になったり変わると思いますし、五分五分になったりね、時には10対0になることもあると思いますけども、本当にこれはね、迷いながら、確かめながらやっていくんだなと思いますよね。で、私も同じなんですよ。何年やっても、皆さんの欲しがるものをどん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 出していきたいなと。そして、欲しがるものを提供できた喜びと、あとはね、自分の内側にある誰にも分かってもらえないかもしれないけども正直な思いを発信するとき、ここにね、本当にね、はっきりとね、自分の共感者っていうのが少ないんだなってことが分かって、ちょっと安心するんですよ。安心です、これは。というのが、100人いたら100通りのね思考方法があって、みんな違うんですよ、細かいところでは。だから共感する方が実は奇跡なんですよね。なのに人っていうのは、人に共感されるようなことを自分でデフォルメして最小購買数字的な発信をしてしまうんですよ。だから発信することにストレスがたまるんですよね。でも視聴者はゼロのままでもいいから、正直な自分をカメラにぶつければいいと思うんですよ、私は。その結果、誰も賛同者がいなかった。これは自分がオリジナルだっていう証拠なんですよ。ただ片っぽではビジネスをやらなければなりませんから、人のニーズに応えなくてはならないです。しかも人のニーズに応えることって、多分花龍馬さんとかね、私もそうですけども、結構好きなんですよね。この人の悩みに寄り添ってみようと、
自分は悩まなかったけども、この人は苦しんでいる。だから一緒に解決する仲間になってあげよう。それがコンサルタントだと思うんですよ。今あの花井さんもね、オンラインサロンやってると思いますけども、これはね、人の人生にもう踏み込んでいって、一緒に重い荷物を持ってあげるって役割だと思うんですよ。いや、これがね、20代でできるなんて素晴らしいと思いますよ。花井さんは過去の自分を悔いてらっしゃることもたまに動画で話してらっしゃいますけども、いやいや、本当にね、大したもんだと思います。20代でここまで腹がくくれているっていうのは。そして前回の動画でもお話ししましたけども、退路を断つって言葉ありましたよね。これ別に退路はね、立たなくていいんですよ。まさにプロフェッショナルだったら一本で行かないといけない時もありますけども、忘れちゃならないのがリスクヘッジです。なんですかね、ギブアップしてゲームオーバーになっちゃいけないんですよ。それは花屋龍馬さんにもう目指している人、花屋龍馬さんを目指している人のためにも、花屋龍馬さんは絶対に生き残らなくてはなりません。ですんで、退路を断たずに、もう気持ちだけですよ、退路を断つっていうのはね、だから腹をくくるって話になるんですよ。退路を断ってしまったら、その失敗でゲームオーバーになっちゃうでしょ。だから失敗しても復活できるように退路は常に残しておくってことだと私は思うんですよね。まあこんな感じでね、いろいろと前回の動画を紐解いてみましたけども、なんか感じることがあればね、嬉しいなと思います。で、今回、花屋龍馬さんにちょっと送りたいメッセージというのはね、まあありまして、それは何かっていうと、小なるものは大きく見せる。大なるものは小さく見せる。ということですね。これ孫子の兵法にもあった言葉なんですけども、これについて何か感じることがあったらね、今回、動画返信していただければと思います。私結構ね、このね、大いなるものは小さく見せて、小さいものを大きく見せるっていうのは、まあ、奇策でありね、まあ、妖術であってね、ちょっとトリッキーなわけなんですよ。正々堂々としたものではないんですけども、必要不可欠だと思うんですよ。そして、それは取り物はそうです。自分が使うんではなくて、使われた時に見抜くためだと思ってます。では、次回の動画楽しみにしてます。ちょっと分かりにくくて難しかったかもしれませんけども、少しでもね、伝わればいいかなと思っております。では、よろしくお願いします。いってらっしゃい。